はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は、信長の野望大使バブギット幕末志士転生物語続きやっていきたいと思います。今回はですね、幕府軍との戦い継続しつつなんですけども、深刻な武将不足になっているので、弱ってきている長州藩、これをちょっとね、いっそのこと飲み込んで武将を取り込んでいこうというふうに思っています。では早速宣戦布告して、武将をねごっそりもらい受けに行きましょう。我らの力見るがよい。助立ちいたす。で一旦ですね、幕府軍とは和睦したいけどできないか。和睦できれば戦力をね、毛利軍に集中できたんですが、ここは致し方なしですね。では松江城に、加藤義明隊8100、これで足りる？ちょっと部隊編成中身確認していきましょう。岡大蔵2700、あとは加藤義明、明成、それぞれ2700ですね。これさらに武将部隊を少し出しておきましょう。高知城から与太郎を出します。これね、今実は山吹城を島津軍の中村半次郎が1万7000で攻めているので、これの後に松江城を落とす必要があるというのがあるので、ちょっとね、集結を遅らせます。部隊の集結を遅らせます。では時間を進めていきます。何？なんかこれ見ると幕府軍も松江城を狙ってるな。報告します。幕府軍よりも先に取り付く必要がありますね。表情を始めよう。一旦商業と対面に振っていきます。試作力を振っていきます。で、どうだろうな、今すぐ欲しいのは今のところないので、このまま進めていきますか。卸受け捨てを入れといてもいいかな。部隊の移動速度上昇です。で、本当に今武将がいない、非常に厳しい状態なので、各場所を一人ずつぐらいしか武将を残念ながら入れられないんですけども、武将を入れていきます。ヒグマ山城とかも誰もいないもんね。そうだな、そうすると、大津城から脇坂。かしこまりました。で、他は武将がいないところ。武将が少ないところ。もうこの際一人でいいからね、武将はいてくれないと困ると。いうところなんで、武将をとにかく大事に大事にしつつ、毛利の優秀な、長州藩の優秀な維新志士たちを囲い込んでいく。志果たさずして、将は終えられぬな。皆の者、我に続け。で、毛利軍1500が中村半次郎対1万7000に挑む。こんな勝ち目のない戦いに挑むか。報告します。先月の終始です。下地を。で、できれば幕府軍とは一旦和睦をしておきたいので、和睦のチャンスを待ちます。まだできないね。和睦して、戦力、武将、これらをね、一旦再配置したいところなんですが、水の家が徳川に滅ぼされたという話。で、堺が真田に飲み込まれた。真田と徳川幕府の関係をちょっと気にしておきたいですね。島津と幕府軍が一旦講和。くぅ、やってくれるな。ここは児童婦人包囲で、一旦包囲します。で、先にね、島津が、山吹城を取っているので、ここ、最後のね、毛利軍の拠点になっているので、この拠点は絶対に取りたい。そういう拠点になりますね。で、これによってだいぶ武将が補充できると思うので、なんとかね、これで幕府軍に戦うための、ご命令ください。戦力をね、回復していきたいと思います。
大久保隊の目標がわからないけどね。松江城はどうしても取りたいからな。甲状腺、どうする？強行にしますか？そしたら。で、我々としては、どうしても幕府軍と一体和睦したいので、和睦のチャンスを常々、測っていきましょう。これで、松江城を取れれば、毛利から交渉か。まあ、この交渉はね、一切乗るつもりはないんですけども、一応死者にはいます。山内家の真珠園の、いや、真珠してくれるのはさ、嬉しいんだけど、今は武将の数が欲しいので、ここは突っぱねて、行きましょうか。それでいいよね。あらゆる可能性を考えても、ここは、優秀な武将を、取りに行った方がいい。そうなんだよね。伊達軍と幕府軍でさ、どうしても伊達軍押されてるよね。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。これにて表情を終わる。ご命令ください。足軽のちょっと土用量も減らしたいけど、一旦松江城を取ってからですね。井伊家と幕府軍、ここは幕府軍が勝利か。いや、ますます幕府軍強くなってるからね。正則が今病となってましたね。いや、数少ない武闘派の武将なんで、なんとしてもここは頑張ってほしいけど。命令ください。まあ、もう1625年、いつ死んでもおかしくないかなっていう、まあそういうタイミングですね。幕府とは一旦講和しましょう。まあ、偽りの講和ではありますが。でだ、母兵を見直してお金を、ちょっとね、なくなってきているので、調整していきます。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。どうしてもお金も兵糧もないとなるとね、打てる手がだいぶ狭まってしまうんで。ちょっと待ってね。あとは、ここよ、松江城よ、松江城。松江城にご詰め出さないとダメだな、こちらも。だいぶ、兵が減ってるよね。だ、被害が出てるな。報告します。地震の被害が出ちゃうときついよね。まずご詰めの部隊を出します。松江城にご詰め。部隊数含め数はあんまりいらないので、まあ、これだけでいいでしょう。進め。諭吉がイーグに対して2連勝。まあこれでいい家ももうボロボロだろうな。よし、松江の本丸落とした。これで島津と一緒に、まあ毛利と戦う力はついたかな。まあただちょっと一向しておかなきゃいけないのが、結局そのここを取ったことによって毛利と幕府のまあ国境が接しない、島津と幕府の国境が接しないので、どうなんだろうね。我々が全面的にやっぱり合戦をしていかなきゃいけないってことになるので、松江城はあえて幕府軍に差し出しましょう。
加藤隊は一旦騎乗で、松江城はこのまま放置して幕府軍に取らせる。で、まあ、結果ね、島津と幕府が国境を接する状態っていうのを演出していきます。で、あとは武将の配属がね、この次のターンでしっかりできると思います。まさのりが死んだか。死にたかった。まあ、ただ、志。毛利のね、優秀な家臣団を取り込めたと思うので、それで、まさのりの穴を埋めていきます。先月の終始です。表情を始めよう。策がございます。地震以外は抑え込めたとはいえ、まあ、さらにこの後のことを考えると、耐震補修回を入れちゃいましょう。では武将の配属からいきます。まあ、引き抜かれる連中も出てくるとは当然思うんですが、まあ、それにしたってね、今まで武将不足で、悩んでいた部分があるので、それらを一気に解消できる、まあそういうチャンス到来ですね。ではここは武将の再配置適当にやっていきます。はい。では武将の再配置終わりましたので、幕府軍との決戦に備えて時間を進めていきます。停戦明けで、ここはね、幕府軍に再度宣戦布告をしていきます。志果たせず散るか。報告します。吉川広家が死にましたね。吉川広家といえばね、関ヶ原合戦の時のね、空弁当の逸話がありますけど、西軍諸将からのね、出陣の催促に対して吉川広家は弁当を食ってるからダメだと言ってね、結局兵を出さずに関ヶ原の戦いはご存知の通りね、幕府軍勝利、まあ、いわゆる徳川軍勝利という形に終わったんですけど、その吉川広家も死亡。先月の終始です。まずは幕府の方に先にね、ここ松江城を落とさせたいので松江城からにしましょう。空城の計、まさに空城の計だな。先月の終始です。表情を始めよう。策がございます。これにて表情を終わる。島津と幕府軍を全面的に争わせる必要があるんで、まあ、ここは空城の計を発動していきます。まあ、農兵100だけ入れますか。かしこまりました。そうすると島津と幕府が、まあ、国境を接する形でね、松江城で落ちうるので、そこで島津軍に着くと、まあ、テルモトが死亡ですね。いや、武将がどんどん死んでいくんで、やっぱり、長州藩を取り込んだのは、まあ、正解の作戦だったかなとは思います。ではちょっとだけですけどお金に余裕も出てきているので、いつもの準拳場を作って防御を増やしていきます。もうすでにお話している通り
しこまった。承知いたしました。はっ、松江城はね、もう空にしておいて幕府に取らせると。空城の刑は空城の刑でも、ある意味本当に空だからね、何にもない、本当に取ってくださいっていう、まあそういう作戦なんで、警戒させる空城の刑とはちょっと意味合いが違う、新しい形の空城の刑。さあ幕府よ、松江城を食え。報告します。その瞬間、島津とまあ、手を組んで、島津そして山内対幕府軍っていうね、そういう構図が出来上がるので、さあ秀忠よ、この作戦見抜けるか。報告します。先月の終始です。ご命令を。そろそろ停戦は開けるはず。前回から6ヶ月経ってるかな、和睦してから。お、来たね。力を貸してやろう。さあ来ましたぞ。助太刀いたします。何、徳島城に来たか。できればね、松江城を取りに来てほしかったんですけど、そしたら迎え撃ちましょう。徳島城で敵を迎え撃つ。兵数4万7000もいらないな。数を少しずつ削っていきます。ここはね、できるだけ、兵糧を温存して、かつ、確実に敵を撃てる。まあ、そういうね、部隊数、武将数の調整をかけていきます。あんまりね、武将、部隊出しても、結局のところ、兵糧ばっかり食っちゃってしょうがないんで、そういうのを避けていきましょう。敵よりもね、あくまでも多い、その数だけ用意できれば十分ですね。まずは、戦場上限1万7400味方です。で、敵側7400。まあ、2倍以上の戦力で勝負できるので、まあ、十分に勝てるでしょう。で、その後、一気に、洲本城をね、攻略していきます。報告します。先月の終始です。表情を始めよう。表情はこのまま踏襲していきます。これにて表情を終わる。ゲチよ。よし、かかったな。我が渾身の策、松江城は貴様らにくれてやろう。待機します。ここは任せちゃいましょう。この勝ちが明日を切り開く。そしてそのままこの舞台を洲本城に出す。さらに5詰めの舞台も出しましょう。3万1000の軍勢で、諭吉と勝負になりますね。で、同じ、武将を追う、兵数1万9000同士のガチンコ決戦ですね。進め。先月の終始です。ご命令を。志果たせ。そうか、国衆省へ打っておきましょう。迂闊だったな。さらに足軽勢連を打ちます。もう前回の3連敗で鉄砲はなくなってるので、砲術研鑽を入れても意味はないのでやめておきます。さあ洲本城は、ここはどうしようかな。自動布陣包囲で一度包囲戦をしてみましょう。いいよ、洲本城はくれてやったんだ。その洲本城を取ったことによって、
島津と毛利の全面戦争。うん、島津と幕府軍の全面戦争。きたー、完全にはまったな、我が策。力を貸すぞ。兵を貸すよ。全然貸すよ。無条件で貸すよ。片付けない。これで島津 VS 幕府軍っていうね、まあそういう構図が出来上がったので、この後の戦い楽しみですね。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。これにて表情を終わる。はい、ではね、まあ、一つ狙っていた作戦通りいいことが運びそうなところなんですが、今回はここまでに、させていただいてですね、次回まずは島津と幕府の戦い、そしてもちろん我々はね、洲本城をなんとか取ろうということで、続きをやっていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。